こんばんは。ちょっと暑くなった放送の後で、冷ややかなというかね、穏やかな放送をさせていただこうかと思います。実は今はね、トラさん関係のイベントに出てきまして、ちょうど新宿から帰ってきたところなんですよね。新宿から今港区の東京タワーの近くにまた帰ってきたんですけども、当然ですけども、そのイベントの中で、各メディアの方いらっしゃって、私はね、目立つもんですから、インタビューを何箇所かで打ってきました。で、明日の朝の情報番組で、私のことが放送されるそうなんですよ。トラさんにかける思いとかね、トラさんの思い出とか、トラさんを囲む人々とか、そういうことをね、30分を3発ぐらい、各社に話してきましたんで、そのまま使われるそうですけども、まあカットされてね、5分とか、まあ2分とか、まあね、30秒ぐらいですかね、やっぱり使われるのって。まあ15秒から30秒だと思うんですけども、私のトークが入るそうなんで、多分ね、目覚ましモーニングかなんかじゃないかなと思うんですけども、どこで使われるのかわかりませんが、トラさん、特別、なんで、応援会かなんかね、記念会とか、そんなタイトルだったと思うんですけども、今年の年末にトラさんが12月27日ね、男はつらいの50作がスタートするんですけども、そのためのプロモーションで、シークレットで私に、ね、呼ばれてたんですけども、そちらの方にお邪魔した時に、こんなね、トラジロの格好をフルセットでする人ってのはあんまりいなかったんで、3人ぐらいだったかな、2人か3人しかいなかったんで、みっちり取材を受けてきました。私はね、喋りは普段から得意ですからね、もうペラ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 喋ってきましたよ。もう YouTube で鍛えられて本当良かったなと思います。そして多くの仲間たちができて、多くのファンの方からなぜか私がね、いっぱい写真を撮られたりとかしてね、良かったなと思います。皆さんね、 Twitter に上げていいですかとかね、 Instagram やっていいですかとか、ネット大丈夫ですかって言うから、全然大丈夫ですよと、私の YouTube チャンネルはって言ってお話ししました。来ましたんでね、ナイトライダー乗ってますとかね言ってきましたんで、またさらにフォロワーが増えるんじゃないかなと期待しております。じゃ皆さんもね、自己表現しっかりしてアウトプットして、あ、どうもこんばんは、ひろこさん。今日はね、三重のお酒をいただいてきました。高かったですけどね。またね、ひろこさんともバランスボールで跳ねていきましょうね。もう本当に毎日毎日楽しい日々を送らせていただいて感謝しております。皆さんのおかげでございます。それではこれからも FX につけ、バランスボールにつけ、風水につけ、芸術にしろ、教育にしろ、いろんなことでね、楽しんでいく、頭を鍛えていきたいと思います。奥井さん、どうもこんばんは。その節はどうもお世話になりました。うまくいってますか。またお邪魔したいですよね。今日はね、東京港区六本木にいるんですよ。向こうにちょうど六本木ヒルズが見えてございます。これですね、これが六本木ヒルズです。つかめそうですね。この六本木ヒルズに私は速稼塾ってものをね、作るときに、随分お世話になったということで、未だにちょっと関係は続いてるんですけども、おかげさまで本当にね、当時のネオヒルズって言われてるのもな、私にとっては本当に真実だったなと思います。多くの方が詐欺だのインチキだのっていうふうに思ってるかもしれませんけど、私に対してはね、最高のこうね、スキームでございました。男はつらいの日、はい、今日は男はつらいの第一作が50年前公開された日だったんですよ。で、その映画を第一作目を見てきました。300人ぐらいの方がね、会場にいらっしゃってて、みんなで一斉に見たんですけども、なんかね、リマスターとか言ってむちゃくちゃ綺麗な画面になってたんですよ。本当にね、肌のシワも見えるぐらいですよね。まあでもみんな出演者の方、皆さん若かったんでシワはなかったんですけども、この模様もですね、今度別の YouTube で放送しようかと思います。なんかね、山田洋次監督と倍賞千恵子さんと、それからの佐藤蛾次郎さんとね、3人出てきまして、スペシャルな一日になりました。そしてやっぱりファンの方ね、ファンの方がやっぱ300人ぐらいいらっしゃってたんですけども、まあこういう格好すれば目立つじゃないですか、まんまと。で、私はあっちこっちで撮られてきたというね、まさに撮られるトラさんということでございました。あ、お後がよろしいようで、それでは失礼します。明日テレビ見てくださいね。明日の朝、どのテレビか分かんないですけど出るそうです。